皆さん、こんにちは。ワナレグルフィジです。今回はカンパニーオブヒーローズノルマンディ進行の続きをプレイしていきます。今回はモルタン反撃のシナリオですね。エイブル中隊はその夜をしのぎ、ドイツ装甲士団の出花をくじくことに成功した。だが、敵は必ずやこの317高地を奪取すべく猛反撃を仕掛けてくるだろうと。まあ、前回ね、モルタンの防衛戦を行ったんですが、今回はその続きということになりそうです。では、ミッションをプレイする。まあ、夜明けまでしのいで味方の航空隊が駆けつけたというシーンですね。まあ、ちょっと時間がかかり、戦略ポイントを3つ、まあ、確保しましょうということですね。さあ、戦車が戻ってきてくれましたね。これでちょっと戦えそうです。だいぶ違いますよね、戦車がね、いるいないで。ではこれでちょっと立て直しをしっかり行いましょう。まあ、戦車がうようよしてるんで、ちょっとこちらもしっかり戦車でね、対抗しないといけないですね。今、敵がどんどんやってきてんな。攻め込まれてますね、しかも。まあ、クロコダイルを出して、ちょっと回復しましょう。まずはちゃんとね、やられた、破壊された陣地を回復してまいりましょう。うわ、早速シャーマンがやられてしまった。ちょっとやり直します。さあ、ちょっと臨機応変に部隊を動かしてですね、さっきの失敗を取り返しましょう。敵がどんどこやってくるっていう状況なので、まあ、あの部隊の無駄がないようにですね、ちょっと戦いましょう。で、奪われたままだと陣地合戦で今かなり押されてるので、ちょっと陣取りも行いに行きましょう。部隊をいくつか、引き抜いて陣取り合戦に挑みに行きます。さあ、奪われた場所は取り返しましょう。さて、ここでなんとか3つある戦略ポイントのうちの2つ目奪いたいですね。これ奪えるのと奪えないのじゃだいぶ違いますよね。敵の攻撃を受けてはいますけども、なんとかここはこのポイントを奪取しましょう。で、兵を量産します。奪いましたね。戦車が攻めてきたら粘着爆弾を投げてダメージ取っていきましょう。爆弾で解除。これを繰り返してなんとかね、戦略ポイントを維持していきましょうか。さあ、マップの上側ですね。今354対373ってなってるんですけど、これ戦略ポイントを取ってる方がポイントが多くなって、戦略ポイントが少ない方はどんどんポイントを失っていくっていう、まあ、そういう構造になってるので、戦略ポイントをいかにキープし続けるかっていうのが重要ですね。もう戦車が1両しかないので、この戦車をなんとか維持する以外に勝ち目がちょっとないな。あとはいつものことで申し訳ないけど、決死隊を組織して敵の戦車を
倒しましょう。エネミーユニット。まあ、タンクトラップをしっかり、用意しておいたこと、タンク止めをしておいたことによってタンクの侵入を許してないっていうのが唯一の救いですね。これでなんとか持ってるっていう状態です。さあ、ひっきりなしに敵やってくるんですけども、唯一残ってる対戦車砲なんかを使いながらですね、残りの敵の戦力ポイント150まで減らしてきてます。このままねちょっと減らし続けましょう。今度はマップの右側に戦車が5両いますね。しかも戦略ポイントを奪いに来ているので、この戦車はどうしても排除しないといけない相手だな。その上で何としても奪われる戦略ポイントを、まあ、防衛ないし奪還しないといけないですね。しょうがない、ここには虎の子の戦車を出しましょう。数少ない残っている戦車なんですけどね。大激戦が起きてますけど、この大激戦で戦略ポイントを奪還できれば、まあなんとかね、その再び有利な状況が作れるかなと思うので、まずは目の前の戦車を倒して、で戦略ポイントをね奪還しに行きます。敵の砲撃を食らって壊滅してるな、この辺りは。なんとかしのいで戦略ポイントを奪還したいですよね、ここはね。是が非でも。戦略ポイントを奪還して、またね、立て直しを図りたいところですね。ついに戦車の侵入を許してしまったな。さあ、完全にもう敵に蹂躙されてしまってるんですけども、残りの戦略ポイント敵は17まで減ってるので、このままなんかタイムオーバーっていう形で勝ちたいですね。もう味方のユニットはここにシャーマンが1両残ってるぐらいしか戦力としてはないんですけども、これをうまく使っていきましょう。残り3、1、これで敵の戦略ポイントが0になりましたね。まあこれは勝ちなのかと言われると疑問がありますが、まあ立派な攻略ということでステージクリアにさせてください。いや、このステージ難しかったなぁ。はい、まあ、カラクも勝利ですね。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またちょっとグダグダになりましたけども、しっかり戦略戦術を練って、次回以降またプレイをしていきたいと思います。